年収2億経営者44歳バツイチで元奥さんとこに子供ありこのまま別のパートナーを見つけて再婚とかはせずに時々彼女だけ作って生活しようと思っているのですが一生独身でも問題ないですかね仕事は充実しなわし老後のための不動産も10億円そうと思ってます一生独身でも別に問題はないんですけどただ何か問題に感じる人の方が多いんですよね彼女でいる居続ける起き続けるっていうのが実はハードル高くて自分は経済的にすごい安定してるんですけどその彼女っていう人は経済的に安定してない場合 があってなので結婚したい結婚婚ししたたいいってもうめんどくせえなって切るっていうのやるとまたじゃあ新しい人作ってまた結婚したいってアプローチが来てっていうのがずっと続けなきゃいけないんですよね。なのでそれをずっとし続けてると自分が好きなのか自分の財産が好きでその人がいるのかがわからなくなってくると思うんですよ。 その状態を耐えられるようになるんですけど、お金が興味があって近づいてくる人しかいない状態っていうのが、まあ、今40だと思うので、まあ90ぐらいでシュンとすると、多分70ぐらいから20年ぐらいずっとやると思うんですけど、なんか孤独も感じないし別にいいやっていうのであれば、まあ大丈夫かもしれないですけど、ただ今40歳で実際自分が60になった時どう考えるかっていうのかだと、多分予想と違う状況になると思うんですよね。独身の男性って寿命短いんですよ。結婚してる男性と 独身の男性でいくと、結婚してる男性の方がの割と長生きしてる人が多いんですよ。で、結果多分独身でい続けると、あの医療はま基本変わんないじゃないですか。多分ストレスが溜まって死ぬんだと思うんですよね。日本の場合ってその女性と男性でいくと、女性の方が長生きして、男性の方があの早く死ぬんですけど、で多分それもストレスだと思うんですけど、独身でい続けると結局ストレスが多いっていうのがあるんじゃないかなと思うんですよね。 で、ハーバード大学が70年ぐらいやってる研究で、信頼できる知り合い友人が多い方が、人は長生きして幸せを感じるっていう結論を出した論文があるんですけど、まあ、調査があるんですけど、っていうのもあったりするので、なんかどうせこいつは金で近づいてくるんだろう、5年ごとに切り替えようって考えるよりは、長期的な関係を作ったりとか、子供を作ってる方が、多分幸せに感じたりとか、長生きする可能性は高いんじゃないかなと思ってます。はい